はい、こんにちは。アガルート講師の小林です。今回はですね、公務員試験専門科目勉強のコツと題してお話をしたいと思います。まあ、ちょっと私の顔は邪魔なので消してしまいましょう。はい、で、特にですね、その公務員試験は膨大な科目があると、あまりその科目数たくさんあるとか、どの職種がどんな、科目出題されるかということもあまり分からずに勉強を始めてる人もいるかもしれないんですけども、その辺も含めてちょっとですね、頭の中に入れていただきましょう。まずですね、ここでは、特に法律科目を中心に勉強のコツ、でもですね、他の専門科目あるいは教養科目にもちょっと共通することも出てきますから、しっかり聞いてくださいね。まず合格するためにほにゃららな勉強、目標はほにゃらら。ちょっと大事なところをですね、全部ね、白抜きにしてありますので、スクショするとかメモするとかしていってください。そう、合格するためにやらない勉強、勉強しろって言ってんじゃないの。そう、これやらないってことが大事なんですね。で、目標は 70%、まあ7割ぐらいね。まあ満点が何点かはともかくですね、100% 中7割。そう。で、とにかくですね、やらない、あるいは落ちない。そう、つまりですね、科目数もあるし、で、公務員試験というのはですね、資格試験ではなくてですね、これは、そう、就職試験ですね。そうなんです。あくまでも筆記試験というのはですね、面接に行くための道具でしかなくってですね、まあ、上位合格した方がいいとか、書いてあったら面接通らない、最終合格しない、内定取らない、なんていうことをですね、そのうちですね、情報として流れてくるかもしれないんですけど、気にしないでください。とにかくですね、面接受けるためには落ちない。そう、必要最小限の勉強しましょうということです。はい、そのためにどういうことを気をつけていけばいいか、たったったっとお話ししていきますね。はい、まず、ほにゃららに応じた勉強、そうですね、志望職種。実は公務員という職業、ね、就職先はないんですよね。サラリーマンという仕事がないのと一緒でですね、そう、国家を受けるのか地方を受けるのか、国家としてもですね、一般職のようなこうジェネラリストを目指すのかですね、それともですね、国税専門官とか財務専門官、あるいは裁判所事務官といったですね、専門性を生かしていくのか、地方公務員にしてもですね、都道府県庁を受けるのか、市役所を受けるのか、あるいは町役場、村役場、そう、それによってですね、出題数が変わってくるわけですよね。例えば国家一般職行ってみましょうか。詳しくはですね、失礼、インターネットなんかでもですね、いくらでも検索できますので、そう、それね、情報収集も自分で積極的にやるっていうね、癖と、スキル磨き、これも重要です、就職活動にはね。はい、国家一般職に関してはですね、これ変わってるんですね、16科目かける5問、そう、全部で80問出ます。で、この中から40問選択回答ではなくて、8科目選択回答なんですね。そう、1科目5問ずつです。で、憲法も5問、行政法も5問。で、民法はですね、1、2に分かれてまして、5問、5問。ね、で、例えば憲法の5問選択すると、5問全部ですね、回答しないといけない。で、これがね、特別区とちょっと違うんですね。で、特別区も、一般職と、国家一般職と出題科目が似ていまして、55問。中44問選択回答ね。まあ分部は違いますけどね。で、特別区の場合は民法2問だけ解いて、憲法3問解いてというふうにですね、その問題で選べるんですね。ところが、国家一般職は科目選択制になる。つまり、all or nothing なんですね。で、国税がまだ変わってまして、最終的にはですね、択一40問回答するんですけど、必須科目が16問、民法商法合わせて、民法商法、それから、ちょっと抜けてた会計学ね。これが必須科目になってます。会計学って書いておきますね。すいません。で、会計学8問。で、民商合わせて8問なので、民法は大体5問ぐらいですね。で、選択科目。これが4科目です。これも科目選択制です。9科目中から4科目選ぶとね。ですので、憲法とか行政法も出題されるんですが、これ選択科目になってるっていうところがね、ちょっとですね、面白いですよね。もちろん国家一般職も選択科目です。で、東京都はですね、択一なしで記述オンリーとね、10科目の中から3科目選択回答する。この中に憲法、民法、行政法なんかが入っています。で、裁判所事務官は公務員試験の中で珍しく行政法が出題されない職種ですね。で、憲法7問、民法13問、ダントツ出ますね。プラス、刑法または経済言論の10問ね、で、合計30問の択一で、あと記述ね、憲法があるとね、そんな風にしてですね、志望職種、つまり、職種によってですね、科目の重要性、難易度はめちゃくちゃ変わるということはないです。若干しか変わらない。
例えば裁判所だったらですね、もう民法を落とすわけにいかないわけですね。必須で30問中13問、半分近く民法が出る。そういうことで、民法をがっつりお勉強する。であるいはですね、国家一般職とか、特別区なんかだったら民法2分野に分かれてますので、まあ、前半の、1の分野だけ、頑張ってやるとかですね、まあ、そういうふうに、まあ、若干ですね、死亡職種に応じたメリハリのつけ方っていうのは、まあ、おいおい大事になってきます。だ今のところですね、なんかまだよく分かってないっていう方も多いと思いますので、まあ法律科目であれば憲法、民法、行政法は、まあ、まんべんなく勉強しておくということですね。はい。で、次にですね、どういう勉強方法を目指すか。で勉強方法は分からずに、とにかく授業を受けて、ね、やってればいい。いや、それは大学の授業とか高校の授業ではないですから。そう。皆さんにはですね、公務員試験に合格するというですね、絶対的な目標があるわけですね。でそれが実践力を養うと。で実践力って何かっていうと、要はですね、学問として教養を身につけるのではなくって、本試験で正解詞にたどり着ける力、これがあればいいわけです。つまりなんかよく分かってないけど、五種択一の中で、正しいものを選べとか誤りを選べとか、まあ、圧倒的に正しいものを選べなんですが、あ、これとこれとこれ、この辺間違ってる感じ。しっかり覚えてないけど、でもこれは正しそうとか、ね、例えば消去法なんかでもいいわけですね。でそのために効率よく、そう、失礼。一番でも、そう、やらない勉強、落ちない勉強、必要最小限度の努力で最大効果をもたらす。いうことで、そう、二つ重要ポイントです。知識、暗記すべきことを、必要最小限に。絞り込むとね。だからもうどこもかしこも重要な気がする。あるいはどこが重要なのかわからないではなくてですね、その中でもよく出るところ、20年に1回とか10年に1回しか出ないところはですね、もう何だか切って捨てていいわけで、なぜかと他の人もできないから。で、万が一出たら、そんなですね、山を張るようなことはして、あまりしない方がいいわけですね。で、次、ここがもっと大事。実践で役に立つ形で、整理する。そう、公務員試験。勉強してるとですね、まあ、科目も多いから教科書もバーッと増えてくるとね、で場合によったらですね、配られたプリントも増えてくる、で模擬試験を受ける、でどん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 で問題集もあるということで、こう資料が増えてくるんですけど、いいですか、直前、明日本試験という時ですね、見直せるものを作る、そう、そのための整理をすることが必要ですね。で、整理をするためにも必要最小限度、ここさえ覚えておけばいいとか、ここさえやっておけばいいということですね、情報として知る必要がある。そのためのツールが4、過去問です。とにかく過去問に始まり過去問に終わるのが公務員試験ということですね。で過去問の中に、出題のヒントもある。あのね、例えば皆さんがですね、今年の公務員試験の問題作ってみてくれ、とかって言われてどうしよう、どうしますか。そうですね、まず去年一昨年その前過去10年分ぐらいみんなどんな問題出してきたのかな、でそれに似たり寄ったりのものを出すね。というのは、これは人間の心理として当然でして、そうなんです。とにかく過去問をやることによって、出題傾向及びどこがね、出題者好きなのか、公務員試験好きなのかっていうことが分かって、そう、さっきの必要最小限度っていうのがね、分かってきますし、そして整理のコツも分かってくる。そう、できれば択一の形で整理していくとね、どういうことかっていうと、五種択一の問題あるでしょ。で選択肢、正しい選択肢はそのままインプットに使う。そう、教科書の記述よりですね、択一の本試験の、記述の形で覚えるのが一番実践的で、誤りの選択肢はどこが誤りなのかを考えて正しい文章に直して整理する。そうそうそう、どこで引っ掛けてくるのかっていうのはもうパターン決まってるからね、それを過去問から得る。いいですかね、過去問、問題演習としてやるだけではなくて情報源としてやるんですね。はい、そしてですね、実際に私の講義、他の先生の講義聞いていただくと思うんですけども、5番、とにかく講義を聞き切る、聞き切る、そう、ほにゃららしない、そう、立ち止まらない、途中で止まらない。そうなんですね、法律科目に関わる専門科目ってこう全体的に、全体がこう有機的につながってるわけ で最初のうちちょっとでは分かんなくってもね、どうしよう、調べようとかですね、分かんないな、めんどくせえな、じゃなくてですね、もう最後まで授業聞き切る。そう、水泳でいうと潜水みたいな感じ、まあ、25メートル潜水はちょっと難しいと思うんですが、10メートルぐらいですね、もう息継ぎなしでガーッと行く、フォームとかなんとか、ね、気にせずね。そうそうそう、でその上で復習するんですね、復習、それが過去問なんですよ。まあ離れ技としてはですね、授業を受ける前にですね、先に過去問読んじゃう、
読んじゃう、読んじゃうね、解かなくてもいいです、分かんないとね思うから、で読んじゃう、でその上で授業を聞く、そうするとですね、授業の内容がですね飛躍的にですね頭の中に入ると、いうことも言えます。とにかくですね過去問、そうですね過去問集ですね最低3回ね、合格者はよく言います、先生3回って言ったけどさ結局5回解いたよとかね、まあ、そんなことで過去問問題演習、自分の理解のチェックではなく情報源として繰り返し解く、で答えを覚えてしまう、大丈夫です、覚えていただいて結構です。もちろんですね各問題のあこの問題5番答えてもね、その番号を覚えても仕方がないんですね、そうではなくって、この選択肢のこの内容が正しいとかね、ここは間違ってるということを覚えていっていただいたらいいです。そう、最優先、復習の時の最優先は過去問です。で最後にちょっとですね時間の効率的な運用として、復習のみにかかる時間と予習やって復習やるっていうねのにかかる時間とどっちの方が時間かかると思いますか。トータルで実はですね復習のみの方がトータルの勉強時間かかるわけです。人間ってね、予備知識のあることってのは頭に入りやすいと。例えば初めて聞くですね、音楽って頭にあんまり入らない。ところが聞き覚えのあるやつ、あ、これ、あーとかっていうことね、頭の中スッと入ってくるでしょ。そう、人間ってのはですね、余談って言いますかね、予備知識のあることっていうのはですね、吸収も早い。ということは、復習もあっさり済む。ということなので一度試してみてください。復習、あ、ごめんなさい、予習せずに授業を受ける回と予習してから授業を受ける回とね比較してみるとどっちの方が勉強楽かとか授業を聞くの楽かとかね、まあ、そういうことも含めて、はい、実践力をつけていきましょう。以上、法律科目の勉強のコツでした。